はい、それじゃあサルゲッチやっていきたいと思います。パート16です。今回実況10日ぶりに撮っているのでちょっと忘れているかもしれません。それでは早速やっていただきたい、やっていきましょう。誰が建てた遺跡、全く申し訳ないっすわ。3匹、もうここのチャルのあと何匹っていう画面はちゃんと見るようにしたいと思います。出ないとめんどくさいことになるかもしれない。で、まあ、猿全ゲッチュパートということで、非常にカットが多いかもしれません。あぶねえ。ご了承ください。それでは、やっていきます。もうやってます。あと3匹だよな。行ってない方向だから、多分、こっちの方だと思うけど。そして、そう、これこれこれ、マジックパンチでこのピカピカするとこ壊せます。で、あいつが厄介なのでどうにかしたいんですが、痛いです。あいつはいつまでも無視しよう。で、この先どういけるか。ここは確かマジックパンチで壊せます。あ、スペクターコインがある。いいね、いいじゃん、上行けるじゃん。こう死に行く。なんかある、なんかあるけど、あ、壊れた。で、ボタンどこかしらが開きます。すぐそこだった。開けて、これはこっちか、こっちなんじゃない、こっちは、まあ、なんもないね。よし、こっち行って、危ねえ危ねえ危ねえ。細い道があって、壁伝いだから大丈夫、壁伝いじゃないけど大丈夫、大丈夫。行きます。あ、猿いた、猿いたよ。落書き、落書き、これはかけるの絵だな。大怪獣かける襲来みたいな感じで、開けて戻って、あとどこにいる、こっち、あ、こっち、そういや行ってないな、出ないけど、これよ。あ、いいね、容赦なく倒せる。これなんだろう、あ、壊せる。バーン、ヘッチ、いいよ。そしたら今度これかな、この先端にゴールデンボールがある。絶対日本語で言うなよ、絶対日本語で言うなよ。で、こいつやっつけて、やっつけて、あー、めんどくさいな。メカ四駆か、これメカ四駆で、出てこいよ、出てこいよ、出てこいよ。よし、ゲッチ、いいね、マジックパンチでコントロールできるのいいね。よし、まずは1ステージ、このぐらいならカットいらないんじゃないかな。ああ、では、次ヒロキアタックをやったから原始ビーチかな。で、ここは何匹、3匹。よし、では早速、今回はダッシュフープ先輩、走れ。で、どの辺におるかな。これは海のバカ野郎、これは海のバカ野郎はどこだ。これで
あ、いたにくいところにいるな。登って倒してゲッチ。ああ落ちた。ああなんかこっちに道がある。閉じてる。あ登れるの。あすいた。いいね、スペクターコインがある。あ、どうなった、どうなった、今どうなった。ビスケットください。これはどっち行ったらいいんだ。さっきのところかな。あ、こっちでいいのか。なんだなんだ。あーどこかしこが空いてるけど、その何やんか。え、結構難しいこと言ってないかこれ。殴って走って間に合わない。チキショー、しかも奥に猿いたな。ちょっと諦められないじゃないか。これ回すのはメカボーノがいいよ。回すのはメカボーノがいい。で走る間に合えよし、いいよ。これであと何匹、あと1匹か。意外といけてる。よいしょ。なんかこれ落ちちゃう。また落ちちゃう、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 よし。あ、いた。いや、もう分かった。分かってるよ、こんなの。マジンガー Z を装備するんだな。空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をパイルダーオン、デレデ飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジゴーマジゴー、よし、よし。で、あ、マジックパンチになってない。マジンガーゼット、よし、ゲッチ、よし、やったー。よし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 、いいよ、なかなか調子いいよ。さて、どんどんやっていこう。コンパートで全部捕まえるってぐらいの勢いで行こう。次は水中警備。水か。でここはあと何匹ですか。あと3匹。あ、基本的にあと3匹だな。おう、いきなりね。あいつは多分落ちないってことは何かしらの手段を用いて登ってくるのかな。しやっと登れた。よいしょ、とりあえずこっちの方から行ってみようと思って。でちゃんとサルレーダーを装備して、これ、ああ上だな。なんか前に昔捕まえた記憶があるんだけど、
この猿は。よし、行けた。ん？人間じゃん。あれ？どこ行った？あれ？いねえじゃん、ほら。ああ、水の中逃げたってことか。いた。ああ、いた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 。サメ、サメ、サメがちょっと落としい。よし、ゲッチ。あいつを画面奥からちょっと、あっちから来るっぽいな。よし、分かったぞ。サメがいっぱいあるぞ。サメがいっぱいいる。サメといったらまあジョーズだと思いますけど、ジョーズは怖いんで見たくないですよね。チキンです。基本的に怖い映画とかはあんま見ないです。怖い。怖いんで。でもホラー映画、ホラーゲームとかもめったにやんないんですけど、まあ、次回作の候補としてはまあ、あるんですよね。ゲッチ！あと一匹。あと一匹多分普通にこっちだろ。で、どこにいるってんだい？ん？これはどこだ？いて、何？あ、いた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 。これはこうしてこうしてこうして届いたところにゲッチ。よし、いいね。もう1、2ステージぐらいいけるんじゃないか、これなら。いいよ、猿全ゲッチパートだけどカット少なめだよ。今、ん？あ、ミニゲーム増えてる。ギャラクシーモンキーかな。まあ、次のパートの頭にまたやりたいと思います。まあ、ミニゲームといったらいい思い出ないんですけどね。次、あ、スペクターコインがない。まあ、いっか。ガウリンの島、原始時代。ここは5匹、多いな。スペクターコインも3つもあると2つか。いや、ここのステージやったら終わりかな。これは、あー、確かね、水の方に行けなかったんだよね。いや、でもあのスペクターの、あれ割れるんじゃないか？やってみる価値はある。いけ。よし、あ、割れた割れた、やったやったやった。あ、いたいた、猿がいる、猿がいるよ。あ、ういー。よし、ゲッチ。いれいれいれ。くそー。ああ、ん？ああ、なんか亀が、亀が解放された。なんだ？あの亀、亀はなんだ？亀に乗って行けってことかな。ああ、なんか亀が、俺に乗れよ、みたいな。お前乗ったぜ。連れててくれよ、竜宮島。あー、今速い、足の速い猿がいるな。まあ、ゲッチ。ゲッチ。よし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 。マザー2匹、マザー2匹。これが、アスペクターコインがある。ああ、こいつはボタン間違えた。待って、あのヒントボード見よう。判明したぞ！パンツが多いとピポ猿はとても足が速い。握られる前に捕まえることじゃ。おう。もっと早く行ってくれよ。で、ガブリンなんか行け、行くぞ。はい、オープン。よし。よし、この、ライフガードの海を。これはどっちだ、こっちか。ここ
まだ結構探索が荒いからな。あんまり探してないところがあるんだよな、確か。おう、いるね。これはどうしたらいいんだ。メカ四駆か、また。メカ四駆で入った。メカ四駆でこれどうするんだ。誘導すればいいの。ああ来たけど。よし、ゲッチ。あ、うまいこと穴の方に誘導しろよってことか。よし。そう、かけるといえば、最近、1月31日に発売された、プレイステーションオールスターバトルロイヤルなるゲームに参戦してるんですよね。クレイトスとか、リビッツとか、バイオショックなビッグダディとかと一緒にスマブラチックなゲームをしてるんですよ、確か。僕もそれは一応買って、かけるパートだけ実況やってみようかなって思ったんですけど、まあ、やってくれよって人はここにやってって書いてくれるとちょっと嬉しいかもしんないけど、ちょっと露骨な釣りなんでまあいいです。で、そのゲームのかけるなんですけど、どうやらミニオンモンキーズのかけるらしいので、ちょっと知らないサルゲッチ1に出てこないガチャメカとかを結構いっぱい使ってきまして、ピコトロンとかもいまして、それでどうしよっかなっていう感じなんですけど、まだ触ってはないというか、アーケードモードはやってないです、かけるで。まあ、他のキャラでは結構やったんですけど。で、この奥でいいのか。あ、ダメ。あれ、いけた。時空の壁を越えたぞ。あ、いた。またメカボーになってる。なんで？ナチュラルにメカボーになってる。これはどうしたらいいの？白のパンツが強いからだよ。で、この奥か。5匹捕まえたからこの奥に行ける。あ、この奥2階のエリアだな。入ったことないところだわ。気持ち悪いな、また何？なんて表せばいいのかな、このピンクの壁を。おい、捕まってるぞ、助けてやらんと。おい、捕まってるよ。うわー、いっぱい出てきた。キモいよ。おい。これで、助けてやらんと。ちょっと、助けてやろうぜ。ゲッチしてやるからな。よし！やったー！いいねー。いい感じだよ。次はカッチンコールの海。ここはまだ大丈夫だよな、確か。つらら洞窟はもう嫌だけど、カッチンコールは確か大丈夫で。何匹？1匹。よし、余裕。多分あれだな、あそこの割れなかった家だな。あれ、普通にいるな。ここはどこだ。ロッキンサル愛読者。ロッキンサルってなんだ。あー、危ねえ。あー、落ちちゃった、クソ。この手紙を君が見ているということは、道に迷ってるっていうことね。ピポサルを探すにはサルレーダーじゃ。なぜ迷ってるってバレた。よし、ゴリ押し。
よし、行った。あ、いたいたいた、いるじゃん。なんだよ、いるじゃん。あれ前いなかったの。あ、嘘。うん、いやはは。いやはは。戻るよ。よし、よし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 。で、ここからだ、ここから。気をつけないと。ここから、多分この先にいるから。この先に、よし、いた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 。いたよ、いたから、背後からドーン、バーン。よーし、ゲッチュー。やったー。よしよしよし。よし、これでここのエリアは6匹しかいなかったんだな。よしよし、これで今回終わりたいと思います。次回冒頭でギャラクシーモンキーをやってから次に行きたいと思います。ではありがとうございました。